ナッソー2024世界リレー日本時間5日、バハマ・ナッソー8月のパリ五輪リレー種目の出場権をかけた世界リレーが5日、日本時間に開幕男子 4×400m リレーは予選1組に登場し3分0秒98で1組2位となりパリ五輪出場権を獲得した世界リレーはパリ五輪の出場国選考を兼ねており上位14カ国 決勝8チームプラス2レース目からの6カ国が出場権を獲得する。5日の予選で各組の上位2チームに入って決勝に進めば五輪の出場枠を獲得。予選で3位以下でも6日の敗者復活戦で各組の上位2チームに入れば五輪の出場権を得ることができる。日本が入った予選1組には世界陸上3連覇中、五輪連覇中の最強国アメリカ、 東京五輪5位のポーランド。そして、この組で唯一今季2分50秒台をマークしている福平ザンビアと上位2チームに入るのは難しい状況。パリへのキックをかけた第1番。日本の1層は日本記録保持者の佐藤健太郎。29、富士通2層に出雲陸上300メートル優勝の西雄大。23、ミント東京。3層に世界陸上ブダペスト代表の佐藤風が。 27、水野、アンカーに代表経験が豊かな川端海と25、中京大クラブ、を起用した。レース前には4選手とも緊張した表情を見せていたが、入場では全員で手を振って登場。1層の佐藤健太郎はスタートで落ち着いた走り、200メートル過ぎてスピードを上げて3位で2層の西へバトンリレー、オープンレーンに入ると西が先頭に立った。 最終コーナーでアメリカに抜かれ3位で3層の佐藤風雅に。佐藤風雅はバックストレートで2位のドイツを抜いた。2位でアンカーの川端に。川端はバックストレートでドイツに詰め寄られたが、最終直線で粘りを見せて逃げ切り、パリゴリン出場権をつかみ取った。